大谷翔平大手代理人でも予測不能な FA 契約米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手が2日に日米のプロ生活を通じて自身初のフリーエージェント FA になった米東部時間6日午後5時日本時間7日午前7時までのエンゼルスとの独占交渉期間に残留で合意しなければ全球団との交渉が解禁となるいよいよ MLB 史上最高額が予想される空前の大型契約へ。 複数球団が絡んだ駆け引きがスタートする米メディアが何が基準となるのかは分からないと大谷の真意を図りかねる中米球界関係者の一部には大谷は契約で初めてお金を決め手にするかもしれないとの観測が浮上している今年のストーブリーグで最大の目玉である二刀流がついに FA 市場に出てきた大谷は2018年のメジャー挑戦時日本ハムからのポスティングシステムでの移籍で当初はマイナー契約だった 同年の開幕直前にメジャー契約に切り替わったものの年俸は最低保証程度の54万5,000ドル約6,000万円だった23年目も65万5,000ドル約7,200万円70万ドル約7,700万円に抑制された初めて年俸調停の権利を得た20年オフも同年に右肘手術からの復活を示せなかったことなどで2年総額850万ドル 約約10億5000億万円とと凡庸な契約とな契った直後の21年からの3年間の MLB 史に残る活躍は周知の通りだ今期は3,000万ドル約43億円の年俸を勝ち取り満を持して FA となった MLB 公式サイトの FA 選手の格付けでは1位にランクイン日本人初のホームラン王になり日本時間11月17日発表の2度目の MVP 選出は確実 肘の手術で来季は投手で投げられないとはいえ日本選手が FA 市場でこれだけ脚光を浴びたことは過去に例がないだろう金に無頓着な大谷 MLB での過去最高額は大谷の今期までの同僚マイク・トラウトエンゼルスの12年総額4億2600万ドル約472億円だムーキー・ベッツドジャースが12年総額3億6500万ドル約390億円の2位で続く 大谷の交渉は両選手をはるかにしのぐ5億ドル約750億円が出発点ともされ右ひじ手術前は7億ドル約1,050億円の予想すら報じられていたいずれにしても大谷の故郷奥州市の23年度予算である約615億円を優に超える巨額契約で決着しそうだ大谷は過去の契約時金銭面を最優先にはしてこなかった そもそも MLB のドラフト外の海外選手で年俸に制限がかからなくなる25歳より前に渡米している25歳になるのを待てば200億円規模の契約を手にしていたはずだったエンゼルス入りも金銭面への無頓着ぶりが際立っていた2年契約した21年からの2年間は21年が9勝46本塁打22年は15勝34本塁打という偉業だったが 年総額は850万ドルと破格の安さで代理人ネズバレロシーの失態だったと言われるほどだったこうした経緯をたどって晴れて手にした FA 権だけに大谷の野球人生において最初で最後の大きな契約が見込まれるであろう今度こそはと周囲が過熱しているのだがコンオフもお金は二の次かもしれないとの見方は根強く存在している前室の代理人は大谷の価値観を踏まえ金銭を除く判断材料の優先順位を 以下のように分析する1優勝の可能性が高い戦力2手術からのリハビリを含め二刀流に負担が軽い温暖な気候の本拠地3他に有力な日本選手がいないこと総合すると西海岸の強豪球団が最適で巷で取り沙汰されるようにドジャースが最有力とした6年間在籍したエンゼルスは2の点でドジャースよりアドバンテージがあるかもしれないが 一の点でではドジャースに立ち打ちできないやはり資金力も豊富なドジャースを胃の一番の移籍先候補として挙げざるを得ないようだこの基準なら過去の日本選手が西海岸と共に好んできたニューヨークを筆頭にした東の球団は条件面でドジャースを凌駕するしかないしかし大谷は副収入も莫大で数千万ドル程度の差なら問題にしないだろう大谷の気持ちを金で揺さぶることは容易ではない MLB 担当記者 アアメリカナイズのの証はアシックスとの決別確かにこれまでの大谷なら金では動かなかっただろうだが前室の代理人は今の大谷は以前の大谷ではないかもしれないアメリカで暮らして6年が経った野球をビジネスとして捉える考え方が全くないわけではないようだと見るそしてその根拠に策オフのアシックスとの契約破棄を挙げた大谷は今期から用具メーカーを一新した スパイクとグラブをニューバランス社バットをチャンドラー社に変更プロ入り時から長く用具を愛用してきたアシックスとの契約を打ち切ったのだったアシックスを切ったことは驚きだったニューバランスの契約は数億円のアシックスの契約の20倍ほどだったようだ大谷はアシックスは切らないと思っていたのでやはり考え方がアメリカナイズとされたというか当たり前のビジネス感覚のようなものが芽生えてきたんだなと感じた 来期所属球団を選ぶ上でも無視できないファクターになっている大谷は二刀流という唯一無二のプレースタイルゆえ実在しない一角獣のユニコーンに例えられる投打の成績以上の付加価値が認められ球団の資産価値さえ左右するといわれる仮にオーナーが球団経営を投資と捉え近い将来の売却を視野に入れているならとてつもないオファーを出しかねない 大物選手の争奪戦では過去に突出した条件を提示した球団はあった今回もそういう球団は必ずあると思っている同代理人ロサンゼルスに比べると温暖ではないサンフランシスコが本拠地の強豪ジャイアンツや投資家のスティーブ・コーエン氏がオーナーを務めるメッツなどが途方もないオファーを提示してきた時大谷はどう判断するのか12月上旬のウィンターミーティングまでの決着が見込まれる中で 日本ハム時代の恩師である栗山英樹氏が「天の弱系」と表現する大谷だけにこれまでのメディアの予想を全て裏切る結末が待っているのかもしれない。